ターの数学の話をちょっとしようかなと思って。ギターの数学、はい、1オクターブがどういう関係なのか。例えばピアノのチューニングとかで純正率とか、はいはいはい、なんとか率とか平均率、平均率、うん、それの違いなんですよ。こんばんは、酒井ベース高松です。どうも、常連の大輝です。大輝くん、はい、今日は数学を語ろうをやろうかな。数学を語ろう、はい、はいはいはい、まあ、僕が、まあ、ずっと数学が好きだったっていうのもあって、で、まあ、一応大学も数学科みたいなとこに行ってて、まあ、大学数学もちょっとやって、はい、でそれで面白いなっていうので、はい、数学の話、数学の話です、ね、はい、で、まあ、数学ってまあ結構嫌われ教科として、まあ、僕なんかもう超中と算数数学全然ダメだったタイプなんで、うん、めちゃくちゃ面白いのに、なんかすごいみんな初歩の方でつまずいちゃって、全然そこまでいけないから、すごいもったいないなって。小中の算数数学みたいなとこ乗り越えた先に楽しいやつがあると。あります。なるほど。あります。はい、今日はその辺のお話を伺っていこうかと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあなんかせっかくなんで、うん、音楽の話、はいはいはい、音楽の話したいんですけど、はい、じゃあこのギターの数学の話をちょっとしようかなって思って。ギターの数学、はい、まあ、ギターっていうか、まあ、ギターに限らずなんですけど、その音階がどういうふうに定められてるのかっていう話、うん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 、1オクターブがどういう関係なのか、例えばドと1オクターブ上のドがどういう関係なのかっていうのが、まあ、ちゃんとありまして、はいはいはい、どういうのか分かりますか。なんか周波数的な話ですね、きっと。音の高さだから。はい、そうです。1オクターブ上の同じ音とその1オクターブ下の音の関係、周波数がどうなってるかってこと。そうですね、はい、倍とか。ああ、倍なんですよ。実は倍なんです。へ、はい、なんで例えばこうギターのこう開放弦を鳴らして、でこの開放弦の、1オクターブ上って12フレットで、はいはいはい、でこれがここのちょうどど真ん中なんですよ。ああ、だいたいど真ん中なんですよ。そうなんだ、はい、で震えるこの幅が短くなるとちょうど周波数が2倍になるんですよね。ちょっと待ってよ、震える幅が短くなると倍になって、短くなるっていうかちょうど半分になると2分の1になると2倍になるんですよ。そうか、だから周波数が高いほど音が高いから。そうです。短いところでやるとその高くなる。はい、はいはいはい、でまあこれはピタゴラスとかが発見したやつで、その これが、まあ、今1対1なわけですよね、うんうん、これが例えば2対1とか、うん、2対3とか、まあ、そういう綺麗な整数比、うん、綺麗な数の比になってくれると、その2つの音を同時に鳴らした時に和音が綺麗になるよねっていうことを発見したんですよね。はあ、ピタゴラスが。ピタゴラス、まあ、ピタゴラス、まあ、そうですね、ピタゴラスが結構やってて、うん、で、まあ、それをまあ、並べたのがまあこうドレミファソラシドっていうことなんですけど、ドとソ完全5度が1対2とかみたいな。でもそれだと転調が難しいんですよ。あれですね、なんかピアノのチューニングとかでなんか純正率とかなんとか率とか平均率、それの違いなんですよ。綺麗な整数比でやろうと思うと、例えばじゃここがドですと、でここが1オクターブ上のドですと、例えば半分が、じゃあソだとしましょう、うん、ちょっと適当なこと数字は適当ですけど、うん、でじゃあ例えばここがじゃあ3分の1がミだとしましょう、はいはいはい、だからここが1対2ですね。1対2なのがここだとしましょう。でじゃあ1対3のところをレとしましょうみたいな、うんうんうん、これ数字は正確じゃないですけども、だこことここは1対1ですと、でこことここが1対2ですと、でこことここは、1対3ですと、うんうん、っていう風にやっちゃうと、ここの幅ってそれぞれ一定じゃないわけですよね、うんうん、例えばドとレとレとミって、うんうん、まあ全音違いますけど、こことここの幅が違うわけですよ。周波数的に言うとって話ですよね、はい、うんうん、でこことここの幅が違うんで、もしじゃあレからドレミファソラシドっていう風にやりましょうって言ったら、うんうん、次のレの次はミになるわけですから、こっからこことこっからここがおかしなことになっちゃうわけですね、うんはいはいはい、何対何で分けましょうっていうのは確かにその和音的には綺麗だけど、うん、その転調しようと思ったらすごいめんどくさいんです、ほうほうほう、なんですけど、もしこれを、
ドからドであってこう等間隔に並びましょうと、半音ずつだから12等分かな、うんうん、12等分になって、まあ、ドドシャープレレシャープみたいな風にしましょうっていう風にやったのが、うん、まあ、このギターの指板なんですよね。平均率ってやつ、 こっちが平均率、うん、こっちが純正率で、はい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 、こっちが平均率、はい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 、この時にどういうことが起こるかっていうと、うん、まあ、さっき言ったように開放弦がいい、うん、いいじゃないですか、はい、で、12フレットちょうど半分が、まあ、1オクターブ上、うんうん、でここが1フレットが F で、 で13フレットもまた F になるんです、はい、で、まあ、3フレットが G で15が G になる、はい、でこれが全部半分の関係なんですね、うんうん、これの半分がこれ2フレットの半分が、じゃあ1フレットの半分が13、2フレットの半分が14、どこの半分を取ってもここになると、うん、ここの半分もここだし、ここの半分もここだしっていうのを実現するにはどうすればいいのかっていうことなんですよね。ここがフレットが等間隔だとしたら、あ、そういうことね、はいはいはい、はい、ここの間隔なんです、はい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 、ここがフレットが等間隔だとしたら、はいはいはい、ここの半分はここになるけど、うんうん、ここの半分って、まあ、多分この辺になったりとかして、うんうん、なるほど、おかしいじゃないですか、はいはい、でもこれフレットって、まあ、もちろん見れば分かりますけど、はいはいはい、どんどんこう細くなってってるんですよね、はい、はい、なるほど、だからギターのフレットの幅がこっちが長いよっていうことでしょ。あ、そうなんですけど、うん、それもそうなんですけど、うんうん、そっからもう一歩踏み込んだ話です。もう一歩踏み込む、うん、だからそれギターをどんどんこうフレットが小さくなっていくんですけど、うんうん、じゃあどういう幅の縮め方というか、あ、だからこの半分の、はい、え、難しいな、半分を一個ずらしたときは当然ここの感覚がなんか比率的な話ですよね。そうそうそうです。なんて言っていいのか分かんないけど、なんかそこに式的なことがあるってこと？式的なのがあります。だ、まあちょっとずつ縮めていくっていうのは確かにそうなんですけど、うんうん、でも適当に縮めてったらダメじゃないですか。そうだよね。だからこの縮んでいく、はい、この割合があるわけでしょ？そうですそうです。これ中学ぐらいの算数、数学の頭でも分かるやつ？これは多分高校数学ですよね。じゃあちょっと正解を、はいはいはい、指数の話をしたい。指数、指数ですね、まあ、足し算で12等分しちゃうと、まあ、12分の2になるんですけど、掛け算バージョンにしたいんです。掛け算バージョン、掛け算で等分しなきゃいけない。じゃあ12回かけて2になるような数は何かっていうと、これが12乗根の2っていう